おはようございます。今日は舞台初日です。ワクワク。みんなに見せる初日の前にゲネプロがあるので今日は2回公演となります。楽しみですね。キャー、昨日は初めて劇場というかなんていうの、舞台の作りを見て、すごい実際にね劇場でしたんだけど、リハーサルというか最終確認みたいなのしたんですけど、すごい実感が湧いてきました。やっぱり稽古場でやってたのとは違う感じで、セットがすごかったです。セットもどんな感じとは別に言えないんだけど、まだ多分まだ言えないけど、すごかったです。ドキドキですね。なんかやっぱさ、セットされた会場に立つと、もうドキドキしちゃう。ドキドキしちゃうから。アフタートークとかもね、多分めっちゃ楽しいと思います。今日台本見たけどめっちゃ楽しいと思うので、ぜひ皆さんアフタートークにも来てください。グッズもね発売されてるのでグッズもぜひゲットしてください。ベフカナちゃん、ベフちゃんのベフちゃんグッズちょっとメイク道具を軽くしたいんですよ。メイク道具が多すぎて、パンフレットめっちゃ面白いから見てほしいです。なんかパンフレットめっちゃおもろいよ。めっちゃなんか私見たけど、なんか誰々の関係性とかめっちゃわかりやすいから、パンフレットを見て舞台を見ると
めっちゃより面白いと思います。誰と誰がさ、まあ、仲良しそういう関係性は見た方が面白いと思います。私さ、メイク道具さ何キロくらいあるんだろうね。合計めっちゃ重いもん。何キロくらいあるんだ。だからちょっと今頑張って断捨減らしてる。ちょっとやっぱりあの 学生でしかもめっちゃスポーツが強い学校だからさ、あんまりメイク濃かったらさ、なんか一回あの写真なんていうのあれ パンフレットとかに載ってるような写真撮影があった時にメイクさんとかにね、メイクのねコツとかをね教えてもらったので、それ通りに今日は頑張ってみます。え、猫ちゃんのタワーが来てる。まいのくん、猫ちゃんタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。黒さんハートありがとうございます。黒さんハートありがとうございます。ハマルさんお手紙ありがとうございます。ノリッペさんハートありがとうございます。クロさんレインボースターありがとうございます。ホタテさんお手紙ありがとうございます。イソピョンさんたくさんレインボースターありがとうございます。お手紙もありがとうございます。ニャンタさんハートありがとうございます。イソピョンたくさんファイトありがとうございます。マハマロさんかわいいありがとうございます。トマゾー、レインボースターありがとうございます。カトッペ君お手紙ありがとうございます。ヒョンドクさんお手紙と唇ありがとうございます。あやたかさん唇ありがとうございます。のりっぺさんお手紙ありがとうございます。ともぞうファイトありがとうございます。森誠一さんハートありがとうございます。しーちゃんぺさんお手紙ありがとうございます。たろんさかなさんレインボースターとお手紙かわいいありがとうございます。ファイトもありがとうございます。ロデムさん唇ありがとうございます。きょうこのことさん唇ありがとうございます。博多なるなるさんファイトありがとうございます。
山崎パンさんハートありがとうございます。ドラさんハートありがとうございます。ジジリモーさん連帽さんありがとうございます。今日この頃さんお手紙ありがとうございます。コオロギさんお手紙ありがとうございます。ヒデさんお手紙ありがとうございます。コオロギさん紅茶ありがとうございます。マサルさん、唇ありがとうございます。 MJ ジニアさんお手紙ありがとうございます。森翔さん、だるまたくさんありがとうございます。ヘタッピさん、クマありがとうございます。ムーさん、ネモさんありがとうございます。たくさんみんなギフトありがとうございます。福岡お天気雨です。最近ずっと雨。何がいるっけな、あと雨ですよ。声が大きいのは舞台でも褒められる。声大きいとは言われたけど、ん？声大きいと言われたというか、めっちゃ今声聞こえた。声大きいと自分で思ってたけど、なんかいざ昨日あのなんていうの、劇場でやるとあんまりあの後ろの席の方はなんか声が潰れちゃってなかなか聞き取りにくいみたいなをみんなに言われたのでみたいなのを昨日ね、みんなからみんな言われたので、もっと大きい声出さないといけない、うん、やっぱ稽古で出してるよりさ、ちゃんとはホールに行って出すの違うから、もっと大きくってみんな言われてましたみんな言われました。なんか一応前にもマイクあって、マイクがあってめっちゃ声拾ってもらえるようになってたり、会場も結構響く会場だから、そう会場なんだけどもっと大きい声出さないとみたいな感じでした。やっぱさ結構大事なセリフとかさ後半になったりとかまあしていくと多くなるからさ、聞き取りにくかったっていうのがさあれだから、後半になっていくにつれてね話が盛り上がっていくからゲネをして本番なので、みんなに見せる前に一回通して本番って感じですね アドリブとかするのかな、うーん、お楽しみ。まだ何も内容がさ分かんないからさ、あの何とも言えないんだけど
楽しみましょう。楽しむみんなと目合わせたりとかできるかわかんないけどまあ今日は許してください慣れてきたら、まあ舞台中は目合わせれないけど絶対に、まあアフタートークとかあるので、はい、そんな感じで頑張ります今日は。とりあえず初日を頑張ります。ではランキングを読んでいきたいと思います。13位マーペありがとうございます。12位のりぺさんありがとうございます。11位ともぞありがとうございます。10位クロさんありがとうございます。9位ジジリンモさんありがとうございます。8位ムジェジュニアさんありがとうございます。7位ハマロさんありがとうございます。6位シーチャンピさんありがとうございます。5位ただの魚さんありがとうございます。4位カトッペコありがとうございます。3位ヘタッピさんありがとうございます。2位イソピョンさんありがとうございます。1位マイノくんでした。ありがとうございました。タワーもありがとう。たくさん皆さんギフトもありがとうございました。頑張ります。またじゃあ後で待ってます。レソラホールで私はそうレスラーホールで待ってます。バイバイ。ありがとうございました。頑張ります。バイバイ。また後で。